さみさん経済学部行ってみたいと思います。今日の長文は空小授、全部で10問あるんですが、まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間が長くなってしまいますので、最初の7問行ってみたいと思います。ということで一緒に頑張りましょう。さみさん、ひとまず説問の指示の一読だけお願いいたします。さみさん、まず第一段落ですね、一読していただいた後、まずは空所一番ですね。選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ、まず空所一番の右側、コンマがついてますよね。つまり一旦そこで途切れると。で、皆さん選択肢の A、although ですが、皆さんこれ接続詞ですよね。ですから後ろに SV が必要。ですが、皆さんいきなりコンマ来ちゃっておりますので、まずは A は×。そして B をすっ飛ばして選択肢の C。皆さん、notwithstanding。これ前置詞ですからね。うにゃうにゃにもかかわらず、despite と同じ意味でございます。で、皆さん、もしこの notwithstanding 知らなければ、これを押さえておいた方がいいですよ。たまに出ますからね。で、今回は前置詞ですが、皆さん、後ろ名詞が来ていませんよね。突然コンマで打ち切られております。ですから選択肢の B と D、これなら副詞でございますので、突然コンマで打ち切られても OK。また皆さん、however であれば、しかしながら。前後反対ですね。で、選択肢 D は therefore、それゆえ。まあ、つまり、原因と結果、因果関係。ですから、改めさん、これ空所1番の左側と右側。その関係性を読み取れば OK ですね。で、皆さん、空所の左側、まず自分で何でもしたいと書いてますね。で、皆さん、それにもかかわらず、皆さん、親がお金払うと書いてますね。つまり、学費を払ってくれるわけです。で、そうなってくると皆さん、自分自身で何でもできなさそうですね。ですから、前後は反対。となってくると皆さん、however、良さげですね。ですから、空所1番の左側、自分自身で何でもしたいんですが、両親がお金を払ってくれると。意味内容バッチリ。ですから、正解は B ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空所2番でございます。選択肢こちらからよろしくお願いいたします。さあ、皆さん、空所の2番の左側、unfair。不公平のように見えると書いてますね。で、おそらく皆さん、根拠はこのオレンジのところでよろしいかと思います。結局、まあ、自分で何でもしたいんですが、両親がお金を払ってくれると。まあ、それを子供ながらにちょっと不公平じゃないって思ってるんでしょうね。で、そうなってくると皆さん、まず選択肢の A をすっ飛ばして、まずは B。皆さん、これだと皆さん、自分で払うになっちゃってますね。親が払うわけですから、B は×。そして選択肢の C、皆さん、これ熟語ですよね。Have one's way。勝手な真似をすると。で、皆さん、親が皆さん、子供のためにお金を払う。学費を払う。これ皆さん、勝手なマネーじゃないですよね。そして選択肢の D も皆さん、これだと皆さん、両親のために自分の夢を追い求めると。皆さん、夢は親のためかどうかは書いてませんよね。ですから選択肢の A、make them pay for it。両親がお金を払うと。まさにこのオレンジ色のところと言い換え可能ですよね。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。すみません、先ほどの段落は生徒さんの意見でしたが、今度はアドバイザーの意見ですからね。で、皆さん、ちょっと段落長いので、まずは全体像をお見せいたします。一読をする方は、このタイミングでどうぞ。すみません、まずは空所3番でございますが、皆さん、これ直前に this と書いておりますので、皆さん、このあたりですね。先ほどの段落の内容を使うかもしれませんので、ひとまずこのあたりとこのあたりですね。一読していただいた後、選択肢の検討をお願いします。さあ、空所3番の左側でございますが、皆さん、この18歳の生徒さんがこれほど点々点と。で、皆さん、先ほどもお伝えしました通り、this と書いておりますので、多分このあたりを指してそうですよね。おそらく皆さん、最大のヒントはこのあたりでしょうね。私は夢を追いかけたいわけですね。だけども、授業料も無視できないと。で、そういう判断を18歳の生徒さんがしてるんですね。で、皆さん選択肢の A、まあ、批判の話はないですよね。そして選択肢の B、closed、まあ、閉じこもってる様子もないですよね。で、選択肢の C、皆さん self、自分。で、aware は意識。つまり、ちゃんと自分で意識できてる。自覚があるということですね。そうです。自分自身の人生もそうですが、親のことも考えてますからね。で、選択肢の D、もしこれがうまく訳せなかったら、もう C を選ぶという感じになるかと思いますが、選択肢の D は、一人よがり。そうです。別に一人よがりじゃなくて、ちゃんと親のことも考えてますよね。ですから、自覚を持ってる選択肢の C。こちらが正解ということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空所4番でございます。選択肢この中から検討をお願いします。さあ、皆さん、まず選択肢の A でございますが、feeling に S がついておりますので、複数形ですよね。
つまり感情が複数。ってことはまずこれ喜怒哀楽のことですね。喜び、悲しみ、怒り。別に怒ってる話はないですから、選択肢の A は×。そして選択肢の B、皆さん、generosity。皆さん、これはこの辺り、generous の言い換えですよね。ですが、皆さん、これ本文中、generous なのはあなた、生徒さんでございます。ですが、選択肢の B は there、親になっちゃってますね。で、選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D。皆さん、生活費。まあ、生活費の話はしてませんよね。皆さん、選択肢の C を入れると意味内容上バッチリですね。feeling guilty ということですから、皆さん、罪を感じる。まあ、ちょっと悪く考えちゃうんでしょうね。で、それで皆さん、instead of、まあ、そうやって考えるんじゃなくて、そうです。あんまり思い悩む必要ないですよ。親に悪いと思わなくてもいいですよ。で、皆さん、この空襲の右側ですね。家族の投資をもうちょっと簡単に気楽に考えませんか？まあ、家族が投資してくれるわけですから、まあ、ありがたいなと。もうちょっと気楽に考えましょうよ、という話でございます。ですから、意味内容上バッチリでございますので、正解は C ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空章5番でございます。で、皆さん、選択肢こちらでございますので、検討をお願いします。さあ、皆さん、まず空章5番の右側、借金を蓄積すると。で、するのかしないのか。それのヒントはその次の文章中ですよね。奨学金を探し求めたり、皆さん、パータイム。つまり、アルバイトですね。ですから、アルバイトをしたら、皆さん、借金を、点々ということでいけそうですね。で、選択肢の A。別にこれだと借金を蓄積している間にとなってしまいますね。そうです。奨学金とかバイトがあるわけですから、借金は積み上がらないですよね。で、選択肢の B。借金を積み重ねることが必要。であれば、奨学金求めないですよね。そして選択肢の C。借金が積み重なっているがゆえに、いや、奨学金とか皆さんバイトするわけですから、借金は膨らまないはずでございます。ですが選択肢の D。これだと皆さん借金を積み重ねることなく、まあもちろんそれができるのは奨学金とか皆さんバイトが原因ですよね。ですが正解は D ということでよろしいかと思います。すいません、ちょっと次の段落長いので、まずは全体像をご覧いただきますね。さあ皆さん、段落前半部分に戻しました。ひとまず皆さん、空章6番の検討をまずはお願いいたします。さあ皆さん、これはフライトニングの言い換えが見つかってますよね。恐れ、恐怖。皆さん、選択肢の A そのまんまですよね。で、選択肢の B は upset、狼狽。選択肢の C は自信。で、D は興奮。ですから、恐れ、恐怖ということで、選択肢の A が正解です。さあ皆さん、続いて空章7番でございます。こちらから検討をお願いします。さあ皆さん、4年という観点をどうするのか。皆さん、それを次の文章中、this で受けてくれてますよね。皆さん、読んでいただいてわかるかと思いますが、1年間のチャレンジ。1年だけ頑張ってみると。そういうふうに考えませんかっていうのは皆さん、私のアドバイスなんでしょうね。ですから選択肢の A。皆さん、これだと将来4年という観点から考えると。つまり、1年という観点で見てみると。そういう話に繋がらないですね。で、選択肢の B をすっ飛ばして、選択肢の C。夢を忘れなさいと。まあ、余計なお世話ですよね。で、選択肢の D。大学に授業料を払わないようにすると。まあ、人としてどうかと思いますね。ですから、選択肢の B。4年という観点からこういうことを考えるのをやめなさいと。じゃあ、4年じゃなくてどうするんですかって言ってみたら、これが1年という期間ですよね。ですから、正解は B ということでよろしいかと思います。